陶芸、陶芸、陶芸とは、粘土を成形して、高温で焼成することにより陶磁器などを作る技術のこと、焼き物とも呼ばれる。制御として、陶芸を行うものを陶工もしくは陶芸家と呼ぶ。焼き物は制油しない時、よび高温で焼成した石器と、制油した陶磁器、陶器と磁器とに大別されるが、この区分には、 地域や文化によりばらつきがあり、欧米では生有されたものも、石器、ストーンウェアに含み、また、中国では、瓦家と陶器を区別しない。造形方法には、手びねり、型を用いて、土の形を整える方法、ろくろの上に置き手足や機械で回しながら、両手で皿や壺などの形を作っていく方法などがある。焼き方には、窯を用いない、の焼きや、 七輪を用いる七輪陶芸などという手法もある。土の種類やこね方、釉、そして焼く温度など様々な要素が作品に貢献する。したがって世界中にいろいろな技法が存在する。陶芸は人類の最も古いテクノロジー及び芸術形式のうちの一つであり、今日もなお主要な産業であり続けている。考古学者たちのよる定義では、 人形などの器ではないものや、ろくろによって作られたのではないものは、同様の過程で、おそらくは同じ人々によって作られた、セラミックス製品であっても陶芸品に含めない、傾向にある。陶芸では、粘土の素地、態度を求める、品物の姿に成形し、釜で加熱することで強度を高め、硬化させ、形を固定させる、字には、気泡のため壊れてしまうこともある。 陶芸に用いられる素材の性質には地域により大きなバリエーションがあり、このために各地域に独特の焼き物が生まれる。ある目的に適した態度を得るために粘土とその他の各種素材が混合さることが普通である。成形を行う前に態度の中に入った空気を取り除く必要がある。この作業は脱気と呼ばれ真空土根劇を使うか、もしくは手で土もみ、 土ねぎして行われる。土もみには、態度全体の水分含量を均一にする働きも、ある。態度の脱気、土もみが済むと、様々な技法を用いて成形が行われる。成形した態度は焼く前に乾燥される。乾燥にはいくつかの段階がある。半乾き、レザーハードは、水分がおよそ15%の段階を指す。この段階の態度は、非常に堅固で、 過疎性は大きくない。削りや取っ手の取り付けなどはこの段階で行われることが多い。絶対乾燥、ボーンドライは水分がほぼ0%となった段階を指す。焼く前のものは生そじ、グリーンウェアと呼ばれる。この段階の態度は非常に脆く簡単に壊れてしまう。陶芸の成形には様々な方法がある。手びねりは 最初期から存在した手法である。玉、紐、紐作りなどの形をした粘土を手でこねて、形を作る。他に、板状に伸ばした粘土、たたらをつなぎ合わせたり皿状に成形する、タタラ成形や、中をくり抜いた粘土界をつなぎ合わせる、くり抜きといった手法がある。手で成形した器の部品は、態度と水の水性見学液である。 正称を用いい。て結合されることが多い手びねりはろくろによる成形より時間がかかるが、器の大きさや形をよりきめ細かく制御することが、切る。迅速で反復しやすい。他の技法は、テーブルウェアのようなぴったりあった揃いの器を作るのにより適している一方で、ただ一つしかない芸術作品を生み出すには、手びねりの方が良いと考える、陶家たちもいる。ろくろによる成形では、 粘土の玉が鏡板と呼ばれる回転台の中央に置かれ、これを投稿画棒、足、もしくは速度を制御できる、電動機を用いて回転させる。急速に回転するろくろの上で、柔らかい粘土の玉が手で押され、潰され、髪型もしくは外側へと引かれ、空洞のある形が作られていく。粗い粘土の玉を下方と内側に押して、 完全な回転対象とする最初の工程は、心出し、土殺しと呼ばれ、以降の工程に入る前に習得すべき重要な技能である。それから、穴を開け、広げ、底を作り、壁面を引き上げ、厚みを均等にし、切り揃えて、形を整え、足を作るなどといった作業を行う。六露により、一定水準の器を作るためには、かなりの技能と熟練を要し、 高い芸術的価値を持つ作品も作り出せる一方で、再現性には乏しい。回転による成形という性質上、円形の回転対象型しか作ることができない。成形の後、片押し、盛り上げ、宣告、溝掘り、彫刻などが施されることもある。投稿の手のほか、ヘラ、切除や穴開けのためのナイフ、カンナ、切り糸なども用いられる。さらに、取って、蓋、 足、継ぎ口などを取り付けることもある。粉体成形は、粒状にした半乾きの粘土を型に入れ圧力をかけて、成形する方法である。粘土は、焼降のある大豆によって、型に押し込まれ、焼降を通し高圧の水が注入される。粉無乾燥により、5から6%ほどの水分を含む精細で自在に、流れる、粉流体の粘土が作られ用いられる。 粉体成形は、タイルの製造に広く用いられるほか、皿にも用いられるようになりつつある。射出成形は、熱化塑性樹脂や金属部品の成形に長年、用いられてきた方法で、食器産業にも応用されるようになった。複雑な形をした品目の大量生産に向く、この技法の大きな利点の一つは、ティーカップをとっても含め一つのプロセスで生産できる、ことであり、 取っ手を取り付ける工程が省けるのみならず、より丈夫なものが作れる。成形台数には50から60%の未焼成の糖度の粉体と潤滑剤、過素材ならなる40から50%の有機添加剤との混合物が供給される。この技法は他の成形法ほど広くは使用されていない。ジガリングとジョリーングは、ろくろの上で行われ、器を 確一的な形にするのにかかる時間を短縮する。ジガリングは、ろくろの上の石膏型に、セットされた態度に、成形した工具を接触させる操作である。ジガー工具が、一方の面を、型が、他方の面を成形する。ジガリングは、皿のような、平らな器の生産にのみ用いられるが、カップのような深みのある器、フォローウェアにもこれに類似した技法であるジョリング、 が用いられる。これらの技法は遅くとも18世紀には陶芸に用いられていた。工場での大量生産では通常これらは自動化されており、半熟練労働によって操業することが可能となっている。ローラーヘッドマシンはジョリージガー同様に回転する型の上で成形を行うが、ジガ工具の固定されたプロフィールの代わりに回転式の成形具が使用される。 回転式の成形具は成形される器と同じ半径の浅い円錐であり、製造する器の背面の形に作られている。製造する製品の大きさにもよるが1分22個ほどを比較的単純な労働によって成形することできる。この技術は第二次世界大戦直後のイギリスでサービスエンジニアーズ社により開発され、すぐに世界中の製造業者に採用された。 今日も平らな器はフラットウェア製造の主流であり続けている。特別に開発された高分子材料により4.0パ、メガパスカルまでの外圧に耐える型を作ることができる。これは盲細管力が0.1から0.2パほどの圧力相当となる石膏型でのスリップいこみよりもはるかに大きな値である。高圧は非常に高速ないこみ速度をもたらし、 よって製造サイクルも早くなる。さらに、煮込み物を取り出す際に高分子材料の型に高圧の空気をかけることで、同じ型で即座に次の煮込みサイクルを開始することができる。石膏型では乾燥に長時間を要するのである。また、高分子材料は石膏よりもはるかに耐久性に優れるので、より良い寸法許容さを持つ成形品を作ることができ。 型の寿命もずっと長い。圧力稽込みは1970年代に衛星陶器生産のために開発されたが、近年ではテーブルウェアにも応用されるようになっている。小規模な工房などでは、ろくろで水引きした素地を型に入れ叩いて成形する、型打ち、型起こしと呼ばれる方法が行われている。ろくろ成形には適さない皿や、鉢の生産に向いた手法であり、 日本では主に磁器の生産に使われ、江戸時代初期から有田焼きなどで行われている。は、証拠のある二つの鋳込み板の間で調合した態度に、加圧してテーブルウェアや装飾品を成形する工場での工程である。加圧後には、鋳込み板越しに圧縮空気を吹きつけることで成形したものを取りす。スリップキャスティング、デーショ込みは、 陶器の大量生産にしばしば用いられる方法で他の手段では成形できないようなものの製造にも理想的である。態度を水で薄めたものである、泥晶が吸収性の高い石膏型へと注ぎ込まれる。スリップの水分は型に吸収され、型の表面にその形をした態度の層が残るのである。余ったスリップは型から除去され、それから型を開いて、 目的の形となった物体を取り出す。スリップイ込みは衛星陶器の生産に広く使われるほか、複雑な形の人形のようなより小さい品物にも使い入れている。陶芸では以下のものをはじめとする様々な方法で装飾が行われる。態度を成形する前に何かを練り込んでおくことで焼き物に望む効果を生み出すことができる。砂や焼いた粘土を粉砕したものといった。 ザラザラした混ぜ物が完成品に求める質感を出すために用いられることがある。対照的な色の粘土やシャモットを文様を作り出すために用いることもある。金属酸化物や炭酸塩などの顔料を単独、または複合させて加え、求める色を得ることもされる。可燃物の小片を態度に加え、もしくは表面に押し付けることによっても、質感を生むことができる。目の親焼きは、 色の違う態度を個々の色が失われてしまわない程度に混合して作られる。複数の色彩の帯もしくは層が混然一体となった石英鉱物であるメノをアガテから名付けられた。独特の縞模様や内模様を持つ。アガートウェアはイギリスのものを指す言葉である。日本では練り上げ、手と呼ばれる。中国では東代よりこの種の焼き物が作られており、 と呼ばれる。アガートウェアを作る際に用いる態度の選定には、最新の注意が必要で、熱移動特性が釣り合っていなければならない。バンディング、バンディング、または、ライニング、ライニングは、手もしくは機械で皿やカップの円に、色の帯をつけることを指す。ろくろで行われることが多い。木、鉄、石製の用具を使い焼成前に表面を磨くことで、 焼成後にも残る艶を作り出すことができる。精細な態度を用いるか、態度が半ば乾燥して、水分をほとんど含まない状態でこれを行うことで、濃くて縁のある焼き物を作ることが可能であるが、この状態のものは非常に脆弱であり、破損してしまうリスクも大きい。水止めの効果もあり、焼きしめ糖や生油が行われるようになる前の土器では、獅子は行われた。 化粧がけ、煙合部は白もしくはクリーム色などので通常は、焼成前に焼き物の表面を覆うことである。装飾的な目的で施されることが多いが、また、態度の欠陥を隠すためにも用いられる。化粧がけは塗って施すことも、均一で滑らかな皮膚を実現するために浸して施すこともできる。化粧がけは、戦士時代から現在まで使われ続けている技法である。 化粧がけの一部を削って、態度の色を露出させる、ズグラフィーと、書き落としの技法とも併用されることがある。色の違う化粧がけを二重に施し、上の層だけを削ることで、下の層の色を出す装飾を行うことも慎重に行えば可能である。このようにして用いられる化粧がけには、相当量の、リトグラフもしくはデカルコマニーは衣装を作品に転写する技法である。 リトグラフは三つの層からなる。裏紙を除去する際に衣装を転写する方法には、様々なものがあり、機械による製造に向いたものもある。高級な焼き物には、金による装飾が施されることも、ある。イスラームの陶芸では金彩に似た輝きを持つラスター、アヤが行われたが、これは、銅や銀の酸化物を用いる。U は、焼き物のガラス質のコーティングである。 装飾と保護を主な目的とする。多孔質の焼き物の器を水やその他の液体が染み出さないようにすることも重要な役割である。湯は固体のものをまぶしたり、釉薬と水の薄い剣落液を吹きかけたり浸したり、流したり刷毛で塗ったりして施される。焼成する前と後とでは湯の色は大きく違う場合もある。焼成の際に生有した作品が釜の備品にくっついて、 しまわぬよう、作品の一部、足などに生ゆしない部分を残しておくか、あるいはスプール、浜と呼ばれる、耐火性の指示体が用いられる。浜は、生成が終わると取り外され廃棄される。特殊な生ゆ法に、以下のものがある。焼生は態度に、不可逆な変化をもたらす。焼生を経て、初めて作品は、焼き物となる。低温焼成では、 態度中の粗い粉末同士が接点で溶け合う、焼結という変化が起こる。違った素材が使われ、より高い温度で焼成される時期においては、構成成分の物理的、化学的、鉱物学的性質に大きな変化が起こる。いずれの場合も、焼成の目的は陶磁器を高級的に硬化させることであり、焼成法は用いる素材と合致したものでなければならない。 おおよその目安として、陶器は通常線摂取1200度、石器は1100摂取1300度、磁器は1200摂取1400度で調整される。しかしながら、釜の中での焼き物の変化は最高温度だけでなく、時間の長さによって影響されるので、一定時間は釜の最高温度を保つことが行われることが多い。また条件を変えて装飾などを行うために素焼きと、 本焼きなど複数回に分けて調整されることもある。工場での大量生産では、棚のある台車に乗せ、1日ほどをかけて、トンネル用をくぐらせ予熱、調整、除霊を一度に行う。調整中の釜の空気環境は完成品の外観に影響を及ぼしうる。釜に空気が入るようにすることで得られる。酸化環境では、態度と上薬の酸化反応が引き起こされる。 釜への空気の流入を制限することで得られる。還元環境では、態度と上薬の表面から酸素が奪われる。これは、焼き上がりの外観に影響を与え、例えば鉄を含む油の中には、酸化環境では茶色に、還元環境では緑色になるものがある。釜の環境を調整することで、複雑な効果を上薬に生み出すことができる。釜は、木材、石炭、 ガスなどを燃やし、または電気を用いることで加熱される。燃料として、石炭や木材を用いた場合、煙、すす、ハエが釜に入ることで、保護されていない焼き物の外観に影響を与え、可能性がある。このため、木材や石炭を用いる釜では、鞘、鞘と呼ばれる蓋のできる陶器の箱に焼き物を入れて、保護する。ガスや電気を用いる。 現代的な釜はより正常であり、木材や石炭によるものより制御もしやすく、また短時間で焼き上げられる場合が多い。日本の伝統的な落焼き及びこれに影響を受けた西洋の陶芸では、焼き物はまだ熱いうちに釜から取り出され、灰、紙、木くずなどの中に埋めることで、特徴的な炭化した外観を作り出す。この技法はマレーシアでも、伝統的なラブサユ、 ラブスンと呼ばれる水差しを作るのにも用いられる。最初期の陶芸は手でこねて焚き火で焼かれていたものと考えられている。焼成時間は短いが、火中で得られる。最高温度はおそらくは摂取900度前後と高く、また非常に速やかに到達したものであろう。焚き火による瓦けには砂、砂利、砕いた貝殻や土器の破片などを混ぜた粘土が用いられることが多かった。 これにより、素材を荒くし、粘土に含まれる水分や揮発性の成分が自然に放出されるようしたのである。粘土内の荒い粒子はまた冷却中に起きる焼き物の収縮を抑え、熱応力による破損のリスクを低減させる役割も果たした。外して初期の焚き火による時は、破損しやすい鋭角を避けた丸い底を持つことが多かった。意図的に作られた最初の窯は、 穴を掘って燃料で覆ったもしくは溝釜であった。地面に開けた穴は断熱を提供し、焼成を制御しやすくした。現存する最古の焼き物とされているのは、今日のチェコのなどで発見されたの人形である。は、紀元前2万9000から2万5000年のものとされる、ラフの人形である。現在までに発見されている中で最古の焼き物の器とされるものは、 中国南部のから発掘されたもので、2009年の米国科学アカデミー企業ではこれらは1万8000年前に遡るとされている。紀元前1万500年頃のものとされる日本の縄文時代初期の縄文土器も発見されている。縄文というのは縄の文様があるという意味であり、縄を巻きつけた棒を用いて土器の器や人形に付けれた文様から取られた名前である。 北アフリカでも紀元前十千年期頃に、南アメリカでも紀元前七千年期頃にはそれぞれ独立して陶芸が発達していたようである。多くの文化圏において最初期の器は手でこねて成形し、もしくは粘土を細く丸い紐状にしてからとぐろを任せて器の形にして作られていた。中近東での最初期の陶芸生産の歴史は四つの時代に区分できる。 ハッスナ期、紀元前5000から4500年、ラフき、紀元前4500から4000年、ウバイド期、紀元前4000から3000年、ウルク期、紀元前3500から2000年である。メソポタミアでは、ハラフきには、釉薬が発見され、ウバイド期でのろくろの発明は陶芸に、革命的変化をもたらした。専門家した投稿たちは、 世界最初期の諸都市での拡大する需要に応えられるようになったのである。古代インドでモメヘルガル遺キ、紀元前5500から4800年から、新石器時代、同期時代として知られている。エドズール機として知られているものを含む、インダス川流域を起源とする陶芸品が、インダス文明の諸地域から発見されている。地中海沿岸では、古代ギリシアの暗黒時代、 紀元前1100から800年では、アンフォラや、その他の陶芸品の装飾に四角、丸、線といった、幾何学文様が用いられていた。古代朝鮮の紀元前1500の300年の時期は、無門時時代として知られている。6世紀には中国で白く硬く薄い白磁が出現し、7世紀には、鮮やかな陶山祭も生まれた。中国の当時期は、イスラム商人らによる、 セラミックロードと呼ばれる貿易ルートに乗り、日本から中東までの一域へと輸出され、沈重され大きな影響を及ぼした。イスラームの陶芸では時期を模倣する努力が行われたがカオリンが入手できなかったことなどから、果たせず、石油を用いて白い陶器が作られ、ラスター・アヤやミーナー・イーデなど多彩な独自の技法生まれ陶芸が大きく栄えた。 13世紀にはスペインへと流入したムスリムの投稿たちにより、ラスター再刀器が作られイスパノモレスク刀器が誕生し、またイタリアルネサンスを代表する石油刀器あるマヨリカやアキは、マヨルカ島から持ち帰られたラスター再刀器を起源としている。大航海時代になると、ケイトクチン用に代表される中国の時期も直接ヨーロッパにもたらされるようになり、 中国や日本の陶磁器は美術品として宮殿の磁器の間などに飾られるようになり評価が高ま。高品質な陶磁器製作の模索がなされるようになり、デルフト、マイセン、セーブルなどの名誉が生まれた。日本で独創的な陶芸が始まるのは桃山時代であり、千里宮が茶頭を生み出し新しい価値観を打ち立てたことで創造性が高まり、 篠のや唐津では絵付けが行われるようになる。江戸時代に入ると、朝鮮の陶工たちにより、磁器のイマリ焼きが作られるようになり、明治時代までにかけ、ヨーロッパへも輸出された。産業革命に伴い陶磁器も、現代的な施設で大量生産されるようになって、いった中で、機能美を追求するウィリアム・モリスらのアーツクラフツ運動が起こり、 小さな工房で芸術もしくは工芸としての陶芸が世界中で行われるようになっている。考古学、人類学、歴史学において陶芸の研究は過去の文化への洞察をもたらしうる。焼き物は丈夫であり、他のより耐久性に優れない品物が風化して認識不可能になってしまったずっと、後間も焼き物の少なくとも破片は残存していることが多い。 他の証拠と組み合わせることで、陶芸の遺物の研究はそれを生み出しもしくは入手した、社会の構成、経済状況、文化的発達などに関する理論の発展に寄与する。陶芸の研究から、ある文化における日常生活、宗教、社会的関係、隣人に対する姿勢、自分たち自身の世界に対する姿勢、さらには、宇宙の理解様式までをも推測することができる。 陶芸に基づく、年代学は文字を持たない文化の年代を定める。上では不可欠であることが多く、歴史的文化の年代同定においてもしばしば助けとなる。主に中性子放射化による微量元素解析は態度の由来の正確な同定を可能にし、また試験により最後に調整された時期を推測することも可能である。戦死時代の焼き物の破片の調査を通じ、科学者たちは、 年度内の鉄材がその時期の地球の磁場の正確な状況を記録していることを発見した。当時期の生産による環境への影響は数千年前から存在していたが、その一部は現代のテクノロジーと生産規模のために増幅されてきている。考慮すべき問題点は二つに大別される。労働者への影響と環境全体への影響である。 労働者への影響のうち主要なものとしては、屋内の空気質、がある。環境全体への影響としては、燃料の消費、外部の水質汚染、大気汚染、危険物の廃棄などがある。歴史的に、釉薬を用いた陶芸では、鉛中毒が重大な健康問題であった。これは少なくとも19世紀には認識されており、イギリスでは陶工たちの暴露を制限する。 初の法律が1899年に導入された。今日では、陶芸関係の労働者のリスクは大きく軽減されているとはいえ、依然として無視できるものではない。空気質に関して言えば、労働者は、浮遊粒子状物質、一酸化炭素、重金属などにさらされる可能性がある。最大の健康リスクは、二酸化系素の結晶に長期間さらされ続けることにより、 軽戒となる可能性である。適切な換気によりリスクは軽減可能であり、これを定めた法律がイギリスで1899年に制定されている。オークランドのでの最近の研究では、これらの要素すべては工房、工場の環境のデザインによ制御可能であると示唆している。エネルギーと汚染物質の使用も大きな問題となりつつある。電気による調整の方が、 燃料の燃焼による焼成より環境に優しいことはほぼ間違いないが発電の方式により環境への影響には差がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。